今使用しているのがシーウォークのライトジギング 64L ですね。潮がちょっと速くて流される時とかに僕はよく使用してます。であと青物が多くて、まあ、ライトすぎるタックルだとちょっと心配だなっていう時とかですね。で今使ってるのが 60g のジグなんですけど、こういう買いましたね今着底して2尺り目ぐらいで食ったんですけど、まあ、ある程度いいこんな感じの魚も結構、あ、外れた、あ、違う、食ってくれるんで、まあ、安心して青物でもやり取りできるんでですね。なんやこれ、なんだこれ、あー、ニベだニベで、はい、宮崎名物ですね。結構いいサイズですね。ですね、まだまだ大きいのがいるんで、はい、釣っていきたいと思います。64L なんですけれども、ある程度水深があってもしっかりジグを操ることができるんで、私は水深がちょっと深くて潮の流れが速い時とかはこれを使ってます。で今はそこまで水深は水深深くて潮は速くないんですけれども、まあ、60メーターぐらいですね今。けど結構軽快に、まあ、潮もないんでしゃくれてます。で、まあ、かけたらまあ分かると思うんですけど、バットのパワーがしっかりして残ってくれるんで、しっかりリフトして釣ることができます。
はい、釣れました。で、どんぐらいですかね、2キロ半、3キロぐらいのハマチですね。で、今使ってるのが 64L ですね。全然このぐらいのサイズだったらまだまだ余裕で上げれます。で、 PE も 1.25 で、まあ、リーダー6号ぐらいなんですけど、まあ、だいぶ余裕があってバットもまだまだ残ってるんで、まあ、8キロぐらいまでは全然余裕かなって感じですね、はい。で、ジグが 60g ですね。しっかり軸食ってました。